ドーズ案は第一次世界大戦の敗戦国ドイツの賠償方式を緩和するため1924年に定められた新たな賠償方式である。アメリカ合衆国の財政家チャールズ・ドーズを委員長とする特別委員会により策定されたためこの名がある。アメリカ資本の投下によるバイマル共和制の経済復興を起とし、国内の投資熱を煽った。 1919年5月に締結されたベルサイユ条約ではアルザス・ロレーヌ地方のフランスへの割譲をはじめとする領土の縮小、軍備制限などドイツにとって非常に厳しい内容であった。1923年にドイツの賠償金未払いを理由にフランス・ベルギー軍がルール地方を占領した。ドイツ側は生産停止で対抗したものの 同時に賃金は払われたので、マルクの価値は数年前の一兆分の一に暴落し、ハイパーインフレーションに陥った。これにより、アドルフ・ヒトラーによるミュンヘン一期が発生するなど、国内事情は急激に危機に陥る。インフレーションは、連ン,ンマルクの発行により、奇跡的に収まったものの、まだまだ安定しているとは言えない状況にあった。これを見かねて、 アメリカのカルビン・クーリッチ大統領がドーズを委員長とする特別委員会を成立させ、新賠償方式が作られることとなった。フランスのレーモン・ポアンカリ首相は反対したが、結局イギリスとアメリカに押し切られ、アメリカの介入を受諾した。チャールズ・ドーズとアメリカ大統領カルビン・クーリッチまず、ルール占領の解消が盛り込まれた。ドーズ案は革新の賠償金額について、 未定のままであった。この点、当初の2年間は予算からの支払いを免除した。以降は年間の支払い額を10億マルクにまで引き下げ、段階的に支払い額を引き上げる計画であった。1921年5月の最古通帳では、年間支払い額が20億マルクという出額の26%であった。決済面でもドイツ側の便利を図っており、 ドイツ帝国銀行の口座にマルクでそのまま払い込むだけでよかった。外貨による送金は連合国の賠償管理委員会がマルク相場を外さない範囲で行うこととされた。これはつまりマルク相場が悪化した時に外貨での送金が延期されることを意味した。ドーズアンはドイツの金本位制復帰を命令していた。これには金準備の強化が必要であった。そこで、いわゆる ドーズ交際を1924年10月に記載した。額面総額5000万ポンドの開催は、ロンドンのイングランド銀行とニューヨークの JP モルガンが連携して発行された。このうち1200万ポンド、現金払い込みで1000万ポンドが、ロンドンでの記載分であった。記載を見越しドイツは8月末に、貨幣法、銀行法を改正して10月1日に施行させた。新通貨として、 ライヒスマルクを制定した。レーとは1兆マルクイコール1、連点マルクイコール1、ライヒスマルクイコール2.79分の1グラムの近海であった。ヒャルマルシャ派とは、イングランド銀行の支援を受けて金割引銀行を設立したが、どうずらの反対で目的の業務を行うことができず、輸出金融機関として機能するにとどまったものの、帝国銀行の株組織として、しかし、 帝国銀行自身では行えない業務を代行した。同じく帝国銀行の傘下であった、連ン,ンバンクは生産されずに、通貨安定による苦境に立たされた農業を救うべく、ドイツ連ン,ン銀行として存続した。なお、当初多大な賠償額が必要となったのは、英鋭物を中心とする戦勝国が第一次、世界大戦によってアメリカに債務を負うことになり、その支払いを行うという側面もあり、 この案によってアメリカの資金回収方式が変わったというように見ることもできる。米国資本の投下はドイツ経済や国内事情の再構築、合理化の基礎を作っていくきっかけとなった。ありがとうございます。